プロスペクトパーク駅はニューヨーク市地下鉄 BMT ブライトン線の急行停車駅である。ブルックリンクフラットブッシュのエンパイアブールバードフラットブッシュアベニューにある。旧系統とフランクリンアベニューシャトルが終日停車し、平日には B 系統も停車する。南行き観光線のマルボーンストリートトンネルプロスペクトパーク駅はブルックリンフラットブッシュコニーアイランド鉄道が プロスペクトパークのウィリンクエントランスに建設し、1878年7月2日に開業した。1878年8月18日に、ベッドフォードターミナル駅が完成して、ロングアイランド鉄道と接続されるまで、プロスペクトパーク駅がブライトン線の北端駅であった。1918年にマンハッタン橋とモンタギューストリートトンネルへの接続に対応するために、 建て替えられた。この建て替えの際に新しく設けられた曲線区間で1918年11月1日にアメリカ最悪の列車事故であるマルボーンストリート鉄道事故が発生し少なくとも93人が死亡した。この接続工事は1920年8月1日に完了し駅の南側で4線を使用した急行運転が始まった。プロスペクトパーク駅は 1957年のシーズン後にブルックリン・ドジャースがロサンゼルスに移転するまで本拠地としていたエベッツフィールドの最寄り駅であった。エベッツフィールドはベッドフォード・アベニュー、サリーバンプレイスから東に3ブロック、北に1ブロックの範囲に建っていたが、1960年に解体され、現在はその跡地に高層アパート、エベッツフィールドアパートメントが建てられている。 2008年10月15日にニューヨーク市警察は駅で断食を行っていた疑いで容疑者を逮捕したが単なる刑事事件、訴訟にとどまらず関係するすべての職員が無罪を訴えてニューヨーク市警察への反送を起こす騒ぎとなった。プロスペクトパーク駅は島式ホーム2面4線の駅で折割りに設けられている。ホームには 緑のフレームと支柱で支えられたホーム帳一杯の赤い天蓋が掛けられ、柱には交互に白でレタリングした黒の駅名標が取り付けられている。また、どちらのホームも北端でベージュのコンクリート壁で区切られている。駅舎はリンカンロードの北側にあり、オーシャンアベニューとフラットバッシュアベニューの間にあるホームの上をまたいでいる。駅の北端には、 B 系統と Q 系統で使われる2本の急行線が通っており、坂を下ってフラットバッシュアベニューをトンネルで潜り、IRT イースタンパークウェイ線と並走した後、リカルブアベニュー駅で BMT4 番外線と交流する。一方、観光線は北東にカーブして短いトンネルを抜けると、ゴリ割りを通り、フランクリンアベニュー駅に向かっている。 南駅観光船は営業運転に使われておらず、フランクリンアベニューシャトルは北駅観光船に入線する。駅の南には渡り線と分岐機があり、ブライトン線の線路がオーシャンパークウェイ駅方面に4線並ぶ。B 系統はそのまま急行線を通って、ブライトンビーチ駅に、急系統はここで観光線に渡って、コニーアイランド、ステルウェルアベニュー駅に向かう。 プロスペクトパーク駅のエントランスと出口には1994年にスーザン・チュニックが制作したブライトン・クレーリリーフという作品が飾られている。これはプロスペクトパークを象徴する葉を描いた統制タイルを駅のエントランスと出口にあしらったものである。同じものがパークサイド・アベニュー駅にも飾られている。プロスペクトパーク駅には2つの出入り口がある。ありがとうございます。